この間さ、ふぶきとあやめがさ、うちに遊びに来た時も、多分たわちゃんは、あやめと初対面だったかな？もう全然、普通。もうね、タイガもタワーもね、どっちも、人見知りというか、猫ってさ、結構さ、他の違う人来ると隠れたりするじゃん。うわ、誰か知らんやつ来たぞ、隠れろみたいな感じですっごいダッシュで隠れたりするじゃん、猫って。うちのあの、タワー&タイガは、全く真逆。もう、お客さん来たら、誰が来たの匂い嗅ぎ行くぞーみたいな感じで、2匹でダーって玄関行って、あ、どうもどうも、こんにちは、こんにちは。ん？君はじめましてかな？ちょっと匂い嗅がせてもらうね。くく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 、ふーん、こんな匂いなんだ君、へーみたいな感じで、つきまとうから。かわいいかわいい。もうタワちゃんとかもね、あやめの肩にね、手乗っけたりとかしてた。椅子座ってるあやめの肩にこう両手乗っけて、あやめの顔クンクン匂い嗅いだりとかしてたね。ちょっと犬っぽいのかもしれない。うん。もうね、タイガがね、あやめのことめちゃくちゃ好きでさ、タイガは結構、声が大きい人は、あんまり、声が大きい人に対してちょっと攻撃しちゃったりとかするんだけど、スバルとか。声がすごい通る人が来ると、ちょっと噛みついたりとか。最初大丈夫なんだけどね、ちょっとうるさいなって思うと噛みついたりとかするんだけど。自ら鉄拳制裁加えるんだけど、あやめは、すごい、声もそんなに大きくなくて、優しく喋るし、やっぱ猫に慣れてるからさ、撫で方もめちゃくちゃうまいから、すごいね、あやめにね、なでなでされてね、もうものすごい気持ちよさそうな顔でね、目つぶってね、あー気持ちいいです、そこです、そこです、みたいな感じでね、ずっとなでられてたね。で、あやめもあやめでさ、やっぱさ、猫好きだしさ、ラグドール好きだからさ、タイガでっかい、タイガでっかいって言いながら、確かにでっかい。抱っこしてもいいかって言われて、いいよって言って、タイガ抱っこさせたら、でも見た目よりも軽いって言ってた。